はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回は、サムネとタイトルにある通り、松屋でメルペイを使ってみたということで、今回は解説の動画踏まえて、僕がまた、実際に使ってみた、実写の動画もありますので、そちらもぜひご覧になっていただければと思います。はい、それでは今回なんですけども、なんで、松屋にまた行こうかなと思ったという、まあ、理由としたら、もうこちらですね、今月から新たに追加ということで、もともと PayPay とか LINEPay とか WeChat Pay とか、楽天ペイあたりが使えてたんですけども、auPay と PayPay、そして折り紙 Pay が使えるようになったので、まだそういえばメルペイに、この4月6日の動画を見ていただくとわかるんですけども、まだ前回、セブンイレブンの11円で、おにぎりを買って、あとお弁当を買った時の残高がまだ少し残ってたので、あ、それなら、ちょっと松屋でメルペイをちょっと使ってみようかなと思って、だったので、まあ、せっかくなら、その松屋でやってみようかなということで、今回の動画を撮りました。ということで、まあ、使い方は、まあ、ご存知の方がいらっしゃれば、もうそれはそれで OK なんですけども、まだ使ったことないやっていう人がいれば、今からの動画を参考にしていただければと思います。それでは、どうぞ。手だけ映ってる。うん。で、コードが。で、ありがとうございました。食券、お釣りのお取り忘れにご注意ください。はい、それではいかがだったでしょうか。今回も、前回僕が、PayPay で松屋を使った時とほぼほぼ似てるような感じでしたね。で、特に変わったことっていうのは特にないので、一応まあ、それも踏まえておさらいだけ、してみたいと思います。まず、メルカリのアプリからメルペイを開いていただいて、まず一番のところですね。まだ前回の491円が残ってたので、そこからコード払いというところを押します。で、コード払いを押していただいたら、ここの2番の、バーコードが出てくるので、バーコードが QR コードが出てくるので、その出てきたら、そのままそれを機械にかざしていただければ、この3番の画面、320円の牛丼並みを決済しましたということになります。で、そしたら決済がうまくいくと残高が271円に減りましたということで、これで完了となります。はい。もうやることはめちゃくちゃ簡単なので、で、昨日行ってちょっと思ったのが、結構、まだ不慣れ、なのかなと思う人が何かこう並んでたことがあったので、まあ何回か練習すれば結構簡単にできるので、僕も実は最初結構戸惑ったことがあったので、松屋でペイペイを使うときに。なので、もし、メニューはもうそこで決めてもいいですし、もしくは、事前に決めるのが僕としたらおすすめかなと思いました。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、そしてもしくはグッドボタン、あとツイッターもしてるので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。